眠れる森のお化け姫。あるお化けの国のお城でお姫様が生まれました。お化けの王様は国中のお化けを呼んでお祝いをしました。お祝いには12人の天使もやってきました。だけどただ一人、13人目の天使だけはお祝いに呼ばれませんでした。実はお城には天使たちの使うお皿が12枚しかなかったのです。お祝いに呼ばれた天使たちは次々に進み出て、お化けのお姫様に贈り物を捧げました。きれいなお化けになれますように、人を脅かすことがうまくなりますように、誰よりも怖がられるお化けになりますように。そして12人目の天使が進み出た時です。城中に恐ろしい声が響きました。よくも私をのけものにしたね。お前は15歳の誕生日に人間界へ行き、そのまま二度とこの国へは戻ってこれないのだ。13人目の天使はそう言うと消えてしまいました。実は13人目の天使はお祝いに呼ばれなかった悲しみで悪魔に変わってしまったのでした。大変だ、どうすればいいのだろう。お化けたちは大騒ぎです。すると12人目の天使は、お化け姫様は人間界へは行きません。もし扉を開けてしまっても100年の間眠るだけ。それから立派なお化け王子様のキスで目を覚まし、そのお化け王子様と結ばれるでしょうと魔法をかけました。だけどお化けの王様は心配でたまりません。国中の人間界への扉を一つ残らず封印してくれ。命令を受けたお化けたちは人間界へ続く扉をすべて閉鎖しました。お化けの王様もこれでほっとしました。やがてお化け姫はすくすくと大きくなって15歳になりました。ある日のことです。お化け姫は一人でお城の中をふわふわお散歩していました。どんどんお城の上へ上がっていくと小さな入り口がありました。まあ、こんなところに部屋があったなんて。ここには何があるのかしら。お化け姫が扉を眺めていると、おばあさんお化けがどこからかやってきました。中に何があるのか見たいのかい。ここは何のお部屋なの。お化け姫が聞くと、人間の世界だよそう言うと扉を開けました。何も知らないお化け姫は扉をくぐりました。その途端、人間の叫び声が聞こえました。お化けが出た。人間の叫び声が聞こえるとうまくいったよ。おばあさんお化けは笑い声を上げ、どこかへ消えてしまいました。実は呪いをかけた悪魔がおばあさんに化けてお化け姫を待っていたのです。悪魔の呪いがお化け姫の体に回る前、12番目の天使の魔法が始まりました。お化け姫は魔法の光に包まれるとまったりと倒れて、そのまま眠ってしまいました。魔法の光はお城全体を包みました。すると
お城の時計がぴたりと止まりました。それだけではありません。なんと空を飛んでいたお化けたちも浮いたままで眠り、ネズミを追いかけていた化け猫は屋根の上で眠り、料理を温めていた火の玉も眠ってしまったのです。何もかもが眠ったお城の周りで、蜘蛛の巣だけが増えていきました。蜘蛛は土の中にいて魔法にかかっていませんでした。そして長い年月が過ぎたある日、立派なお化け王子が蜘蛛の巣のそばへやってきました。ここが蜘蛛の巣城か。ここには美しいお化け姫が眠っているという話だが。お化け王子は蜘蛛の巣をどんどん食べ、お城の中へ進みました。少し進むと突然蜘蛛の巣がスルスルと動いてお化け王子に襲いかかりました。お化け王子は襲いかかる蜘蛛の巣をどんどん食べますが、いくら食べてもキリがありません。とうとうお化け王子は蜘蛛の巣にぐるぐる巻きにされてしまいました。もうダメだと思った時、突然蜘蛛の巣がみるみる消えていき、お城へ続く道まで現れました。ちょうど今日が100年目だったのです。お化け王子はお城へ行くと、お化け姫が眠っている部屋に入りました。なんて綺麗なお化けのお姫様だろう。お化け姫を見つけた王子は思わずキスをしました。すると眩しい光がお城全体に放たれて、100年眠り続けていたお化け姫の目がパッチリと開いたのです。いえ、お化け姫だけではなく、お城中が眠りから覚めました。化け猫はネズミを追いかけ始め、お化けコックは火の玉を鍋の下に放り込みました。空を飛んでいたお化けたちも何事もなかったようにまた飛び続けました。眠りから覚め、すべてのことを知ったお化けの王様は城中のみんなに言いました。皆の者、悪魔の呪いは解けたぞ。さあ、結婚式の準備をするのだ。今度はちゃんとお皿を全員分用意するのだぞ。城中のお化けたちは大喜びです。準備もあっという間です。お皿はちゃんと13枚用意しました。もちろん呪いをかけた悪魔の分です。結婚式が始まりました。パーティーが終わる頃、悪魔がやってきました。しょんぼりしている悪魔をお化け姫が席に座らせると、みるみるうちに元の天使の姿へと変わっていきました。それからは国中みんなで仲良く幸せに暮らしました。おしまい。